仙台原発の運転延長に反対する市民グループが、きょう九州電力に対し、運転延長についての説明会を広く県民を対象に開催するよう申し入れました。九電に申し入れを行ったのは、ストップ仙台原発 3.11 鹿児島実行委員会のメンバーです。メンバーは仙台原発の運転延長問題について県の専門委員会の分科会だけでなく広く県民に公開した説明会を開催するよう求めました。また仙台原発周辺の地下構造が明らかになっていないとして従来の調査方法に比べて複雑な地下構造をより詳しく調査できるとされる三次元探査の実施を求めました。専門委員会の分科会でいろいろ説明されてるわけなんですけども、そこでもいろいろ議論分かれてるわけですね。でもういろんなそういう意見が出るようなものだったらもう広く県民にこういうふうに考えてますと九電は説明して、で県民の疑問に答えていただきたいと。このほか向原共同代表は仙台原発運転延長の是非を問う県民投票の実施を目指し、今月29日にも県民投票の会を設立する意向を示しています。